こんにちは木曜日の朝です朝一で洗濯を2回して外に干して上の子を学校に車で送って行って帰りに cbs というドラッグストアに行ってきました今日の洗礼品を自慢させてくださいまずこちらからなんですけれども箱入りのペーパータオルも、まあ、厚手なので 12個入りと同じですよって書いてありますが定価が20ドル49セントってすごいびっくりじゃないですかそれが14ドル99に下がっていてかつ2ドルクーポンが使えたので、えー、買って1つだけ買ってきましたでこちらのシニアルも定価7ドル49ってはあって感じでも1ドル99になっていたので2つ買ってきていますでこれなんですけれどもこれねハイターみたいなブリーチが入っているこう テーブルとか拭くやつですよこの間、マールブルー病の話をしたときに、じゃあこれからはこういうの必要になりますねっていうコメントをくださった方がいらっしゃったんですね、で呼ばれたかのように90%オフ、で棚にあったのは全部買ってきました、90%オフで結果、1個50セントになっています。 でこの棒並みのクレンザーこれで粉クレンザーなんですが昔は69セントとか50セントで余裕で買えてたんですねでもなんと今定価4ドル以上で今回半額になっていたので3つだけ買ってきていますでこれが BHAAHA のなんかケミカルピールみたいなやつこれも75%オフだったので元二22ドルいくらだったんですけどうーんと 5ドル49とかになっていたので2つ買ってきてきいますでこちらが何自然なコフシロップこれも75%オフでこのアセトアミノフェンなんですがコロナが流行り始めたばっかりの頃にこう鎮痛剤でアイブプロフェンイブみたいなやつを飲んだ人が死んでしまったっていう噂になったじゃないですか。でその時に アセトアミノフェンを買ってアイブプロ,アイブプロフェン使うのやめたんですねでその2年半前に買ってあったのがちょうどなくなったので買ってきましたでこれはですね今回15ドル以上買うと5ドル返ってくるっていうディールだったので、えー、上のが10ドルいくら下のが5ドルいくらもうギリギリ15ドル超えた形で5ドルいただいていますでこの 風邪薬これも75オフでこちらのゲインっていうこれ洗濯する時に加えるといい匂いになるやつなんですけど私はそういうのは使いませんあの下の子がちょっとアトピー気味なので自分で作った洗濯洗剤みたいなのを使っていますでじゃあこれはどうううやって使うかってて使かと えー、例えばトイレにちょっと置いたりとかですね車の中にちょっと置いたりしていい匂いにするように使っています。ということで今回のこの CBS の買い物は、まあ、こうやって全部値引きですよで最終的に払ったのが72ドル78セントで節約したのは全体の 63%111 ドル92セントでした。さらに 次回の買い物で使えるこういう5ドルとか1ドルっていうクーポンを頂い,いて帰ってきています以上です。